スです。今日はね、前回の同じところですね、那須サブスクキャンプ場の、那須ガーデンスタイルというところで、今日はお泊まりで来ました。で、今12時17分で気温26度、結構暑いですね。で、前回ね、日陰で、ハンモックです過ごしたら途中寒くなっちゃったので、今日は日向に張ろうと思って日向に張ったんですが、いやー、暑かった、本当に結構汗かきましたね。で、まだね、中ね、全然なんで、すごい散らかってるんですけど、暑いからね、水分取ったり、あとは体力も奪われちゃうの。お昼ご飯を先に食べちゃおうと思って、こちらセブンで途中で買ってきました、冷やしたぬきうどん。さっぱりとね、これで、とりあえず体力つけます。ではまた。ごちそうさまでした。ちょっとね、天かすの方がね、サクサクしてなかったのがちょっと残念。あと、あのスープっていうかおつゆの方ですが、ちょっとしょっぱかったかな。一応ね、塩分補給と思って通常だったら飲まないんですけど、今回は全部飲み干しました。これで熱中症も大丈夫でしょう。では、テントの中少しね、片付けていこうと思います。今ね、こんな状況、ただ置いてるだけです。で、蚊はね、いると思うので自分にも振りかけたんですけど、蚊取り線香をここと、あとこちらで2つ使いでやってます。あと、何ですか、あのワンプッシュするやつ、あれをテントの中とこのタープの下に、やりましたね。で、ヤブカバリアを持ってきてはいるんだけど、そこまでは大丈夫かなと思って、一応あれはまだ使ってません。では、ちょっとね、ベッド周りとかをやっちゃおうと思います。ざっと、こんな感じにしましたね。まあね、だいたいこんな感じかな。で、寝るのに久しぶりにバックのインフレータマット持ってきたんですよ。っていうのもね、半年ぐらい前かな、使った時にあのバルブが壊れちゃったのか、空気は全然入らなかったんですよね。なので、こちらずっと冬は使ってなかったんですよ。そしたらね、今ね、久しぶり持ってきてバルブ開けたら入りましたね。壊れてなかったみたい。なんでこの間っていうか、あの時は膨らまなかったんだろう。結局ね、これね、せっかく、まあ穴は開いてないと思ってたので、バルブが壊れただけだと思って、使わないのはもったいないと思って、実は、こちら、空気入れ、買っちゃったんですよ。まあね、冬の時にね、重宝してた、エアーマットの方は、一生懸命こう、袋に空気を入れて、押してこう入れていくって感じなので、結構時間がかかったんですよね、慣れないと。なので、やっぱり一つは欲しいな、小さい空気入れ、と思ったのもあったので、じゃあ、ちょっと買っちゃおうと思って、この間、ネットで買って、たんですよ。充電式のもので、ライトもついてるので、こんな感じで普通にエア使ったら、あとはこうホテルじゃないや、テントの中ね、夜ね、照らすのに使えるなーなんて思って、これを買ったんです。ここからね、充電する感じですね。で、結構ね、この明かりがね、思ったよりも明るかったんで、まあ、なるべく軽量にしたいときはこれ使うっていう手もあるし、まあ、もともとのね、エアマットとかのね、空気入れのね、楽になるからと思って。で、一応ね、じゃあ、今日これで空気入れようと思ったら入っちゃったけど、もうちょっとね、これで思いっきり入るかとか、いつもね、先の方が、このバルブの反対側の先の方まではなかなか空気入らなくなっちゃってたんで、これでパンパンにしようと思います。あんな感じでね、先の方までね、ちょっとね、入りづらいんですよ。これが
ちゃんとなるかどうか。で、アタッチメントね、いっぱいあって、いまいちね、よくわからないんですけど、多分これかなっていうものをつけまして、結構大きい音なんですよ、これ。ね、すごい音でしょ。だからね、本当に、明るいうちに、これからもね、使っていく感じになると思います。入ってるかな？いやー、なんか入ってない。んー、アタッチメントがちょっと違うのかも。間違ってた。こっちでした。脇につけるんだ。こっちはね、吸い出す方でした。これで大丈夫だと思います。キャンプ場の感じはこんな感じで、まだね、この奥とか草刈りすれば貼れるような形になるそうです。で、ここに止めたら若干ね、ここ斜めなんですよ。っていうか、全体的にここら辺がこう斜めな感じなので、ここら辺も斜めだったんですが、ここですね。ここ、貼ればよかったかなと思って。ちょっとね、小屋の前なんですけど、もしここが貼って OK なら、ここよかったなぁと思って。失敗したなぁと思って、貼ってからね、気づきました。ここだとね、車も近いんですよ。あ、ここがね、一応炊事場とかトイレが入ってるあれで、一応車はこっちに止めたんですが、まあここにね、止め直してもいいんですけどね。いや、ここにすればよかったかな。そうすると、ちょっとね、高台の方から眺めてる形でよかったかもしんない。で、前回ね、ハンモックしたのはここら辺なんですよ。この奥の方でハンモックだったんですが、で、今ね、2時ちょっと過ぎなんで、3時のおやつまで少しね、お片付けしようかなと思って、こちらの方の炊事場あたりね、ちょっとやってみようかなと思ってまーす。でですね、私が来た時はね、こちらのね、スタッフの方いらっしゃったんですが、今はね、板室の方に行ってまして、誰も今いない感じでーす。で、スリッパにね、履き替えて、で、電気が、ここだったな、確か。あ、でも、この間よりだいぶお片付けしたんですね。なんか、綺麗になってる気がする。で、トイレがこちらです。で、洗面所っていう感じですね。トイレはですね、この間ね、なんか X でね、オーナーの方ね、トイレ掃除してたって言ってましたね。これ、普通に、便座もあったかいですし、昔ながらね、トイレっていう感じですけど、全然使い心地は大丈夫でした。あ、でも、綺麗に流しになってるかな。まあ、ここら辺、ほうきとかであったりするんで、ほうきとかで履いてもいいかなとは思ってるんで、雑巾ね、私持ってきたんだけど、どうだろう、探せばあるのかもしれないですね。一応、お湯の出る炊事場と、あと、レンジも使っちゃっていいよって言ってたね、確か。で、こちらの部屋も使っていいし、あとは、もう一つの部屋ですね。こちらの部屋も、使っていいそうです。エアコンとかね、あるので、ちょっと熱中症気味でね、体辛い時とかこっちに避難してくるとか、あとは、夏なのでね、夏場は雷すごいと思うので、そういう時にね、こちらで過ごすっていうのもありかなと思ってます。じゃあ、ちょっと、掃除しようと思います。
とりあえずね、流しと、あと、天井ですね。天井にちょっとね、虫とかのあれがあったんで、それを払った後、下を掃いて、で、雑巾がけして、で、掃いたものを外に出したんで、ついでにこの玄関のあたりも、中と外を掃いて、ドアも拭きました。あとなんか、よくわかる、郵便物とか置くものなのかな。一応、こういうところもね、洗っちゃいましたね。これでちょっと、次ね、来る方とかも気持ちよく使えてもらえるかな。あとやっぱりね、ちょっとこう、壁とかにがね、やっぱり汚れてんで、なんか次ね、来た時はね、壁、やっぱり払った後拭き掃除したいかなと思います。こういう上とかですよね。脚立とかあるのかな？ ちょっと上の方がね、届かないんでね まあ、とりあえず今日はこれまでにします。じゃあね、水汲んで、コーヒータイム。来る前にお昼のね、セブンで寄ってきた時に、3時のおやつも買ってきたの、それ楽しみにしてます。じゃあ、これで、コーヒー、どうしようかな。カフェインレスのコーヒーにしようかな。3時になるから。では。お湯が沸いたので、あち、コーヒー入れてきます。カフェインレスにしました。で、さっきね、お湯沸くのね、待ってたらね、これぐらい大きい蜂が、本当にこの蚊取り線香のところまで来て、慌てて逃げました。したらね、さーっとあっちの方に飛んでったのは見えたんだけど、すごい大きかった。初めて見た。あんな大きいの。あれがあれですかね、オオスズメバチみたいなのでしょうか。もう怖くてね、さっと逃げちゃったから映像とか撮ってないんですけど、一応、貼り紙っていうか、掃除道具、どうのこうのって書いてあるところに、蜂に注意ってなってたんで、多分いるんだなとは思ってたんですけど、いやー、びっくりした。あんな大きなスズメバチ。いや、ちょっと気をつけて、キャンプしよう。また来るかもしれない。怖ー。じゃあ、とりあえずコーヒー入れて、おやつタイム。3時のおやつはね、こちら、セブンで買ったカップでフレンチトースト、メープル仕立てになります。すごい美味しそうだけど、ボリューミー。ちょっと、お夕飯に響かないか、ちょっと不安だけど、すごい美味しそうと思ってこれにしちゃいました。で、今、3時12分で、28.9度。29度もあるの？なんか、そんなに感じないです。やっぱり木陰なせいかな。全然暑さは和らいでる感じがしますね。それではいただきまーす。久しぶりね、赤パンダとタープの連結やったけどね、今回ね、初めてこんなに綺麗に貼れたかな。いつもね、そこがね、ずれちゃうんだけど、今回ね、ずれないで済みましたね。結構うまくいったかも。で、今回ちょっと変えたのが、いつもこれ別々でペグ打ってたんだけど、同じペグを使えないかなと思って、同じペグ一緒に使ったらいい感じ。これでいい感じでしょう。で、あと変えた、今までとちょっと変えたのが、やっぱりここの、タープの方のロープの方を、やっぱり別にペグ打って止めてたのを、今回は、こちらですね。テントの、ここのペグを使って、ピタッとさせたのが、もしかしたら浮かないでずれなかった、あれなのかもしれない。みんな、このやり方だったのかな？私、わざわざね、ペグをいっぱい使って、それぞれに打ってたんだけど、これはいいね。多分、これのおかげで、ここがピシッと収まったのかもしれないです。で、私、赤パンダね、いつもね、このネットがこうたるんじゃって、こう中に入っているときに自分の頭とか顔とかにかかってくるのがすごい気になってたんだけど、ここをもし、こう、ロープで引っ張って空間広げるとどうだろうって今思って、ちょっと車の中に予備にロープ入れてたと思うんだけど、あればそれでやって、もしないだったら麻紐があるか麻紐で、ちょっとこうロープで
やってみようかなって、今ちょっと車に取りに行ってきまーす。あったあった、これでちょっとねやってみようと思います。うん、いい感じに少しこう広げられたかもしれない、中の方こんな感じで、ここのペグと一緒のところにしてます。うわ虫、うわ虫。で一応こんな感じ。ただね、どうなんだろう、ここの縫い目とかがあんまり引っ張るとあれかな、破けちゃったりとかする可能性もあるから気をつけないといけないかもしれないけど、でも一応空間広がったんじゃないかな。うん、いい感じ。ね、明るいうちにね、お夕飯の準備しておこうかな。焼き鳥の塩味の缶詰。いつもね、タレ味しか買ってなかったんだけど、塩味が似やすかったんで、試しに買ってみました。これで炊き込みご飯作ろうと思います。一応こちらね、しめじと、あと油揚げとごぼうが入ってるので、これとこれと、あとちょっとね醤油必要かなと思って、醤油で炊き込みご飯を作っていきます。あとは100ミリで大丈夫かな。具だくさんになっちゃった。よし、結構なんかね、焼き鳥からいい匂いがする。これにちょっと醤油、塩味がねどれぐらいついてるかわかんないから、色的な感じ、あ、でもいいや、全部入れちゃえ。あれ、これ醤油じゃない、ポン酢だったかも。ちょっと匂いが、酸っぱい匂いがする。まあいいか。まあいいでしょう。よし。OK。これでちょっとね、30分ぐらい浸しといてから炊こうと思います。今日もね、こちらのキャンドルランタンの方を持ってきたので、で前回ね、なんか途中で消えちゃったので、これちょっとまた使えるかどうかと思って、同じろうそくでやってみようと。うん、ちょっと芯が短くなっちゃったから炎が小さいかな。やっぱりね、日が陰ってきちゃったせいもあるんだけど、ちょっと肌寒くなってきましたね。もうちょっとしたら焚き火を始めて、お夕飯作って、まあ真っ暗になるまでにお夕飯を作っちゃおうかな、作って食べ始めたいなとは思ってます。いやー、アルストとこの焚き火の感じが、エモい。かっこいいな、やっぱり。本当はね、焚き火の方にね、三脚みたいな、あれで吊り下げて、この飯盒でやろうかなとも思ったんですけど、せっかくね、アルスト持ってきたから、アルスト使おうと思って。で、お味噌汁をね、忘れちゃったんですよ。だから、一応今日は、こちらの炊き込みご飯と、あとソーセージの方を焚き火で焼いて、でどうしようかな、シューマイも持ってきたんですけど、これご飯炊いちゃってるからな、水蒸気蒸すのにどうしようかなと思って、本当は別にメスティンで蒸そうかなと思ってたんだけど、メスティン持ってくるの忘れちゃったので、シューマイの方はもしかしたら食べないかで持って帰るかもしれませんね。ね、炊き込みご飯の方も炊けたので今蒸らしてます。その間にこちらソーセージを焼こうと思います。信州の
やつなのかな、なんか普通のスーパーで買ったやつなんですけど、粗挽きハーブ、あとはチョリソみたいな感じかな、辛口、3種類のソーセージです。私ね、あんまりね、こういうね、大きいソーセージって買わないんですけど、ちょっと楽しみ。これを焚き火で炙ってきます。まずは粗挽き、いい感じじゃない、なんか暑いかな、猫舌だから。とりあえず食べてみます。あは、うん、暑いけど美味しい。めっちゃ美味しい。ウインナー美味しかったですね。やっぱりお高いウインナーは違うな。じゃあ、ご飯の方も蒸らし終わったから食べようと思います。じゃーん、こんな感じ。熱いかな。こういう感じ。すごい美味しそう。食べてみます。水分はどうかな、若干柔らかめ、いやこんなもんかな。すごい具があるからすごい満パン。じゃあ一口いただきます。うん、味もちょうどいいかも。あれポン酢だったのかな、何だったんだろう、ポン酢かな、よくわかんない。あ、そうだ、鶏肉を食べてみよう。あの焼き鳥の塩味のやつ食べてみます。うん、なんか普通になんか炊き込みご飯の鶏肉みたいな感じで、なんか焼き鳥感は全然ないかな。やっぱ塩味だからかな。なんか前、タレの方でやった時は、なんかちょっといまいちだったような気がするんだよね、炊き込み。だからもしかしたら炊き込みご飯するなら塩味の方が美味しいかもしれないですね。では、食べていこうと思います。ウィンナーの方もね、ウィンナー?違う、ソーセージ?の方もあと2本ね、楽しく食べていこうと思います。では